ドシアです。決めました。冷静でした。先制レノファン山口 FC、まあ、決定機を外していただけにね続いてましたからね、まあ、PK とはしっかりねゴールキーパー中山選手の動きもしっかり見ていたと思いますし、そうですよね、落ち着いてましたね。